聞いてなくみさん、あ、来たと思います。今日はですね、アークニュースという形でアップデートをお伝えしたいんですが、なぜか今回はプレイステーションと PC とバラバラに別のアップデートが入っておりますので、そこら辺含めて共有できればと思います。で、あとはね、冬のイベントウィンターワンダーランドについても続報がありますので、そちらの方ですね、やっていければと思っております。ということで本日もじゃあこちら、1つ目冬イベント延長について、2つ目 PC 版のアップデートで、最後にプレイステーション版のアップデートやっていきたいと思います。で、まず1つ目に冬イベント延長という形で、今回ですね、なんと、ウィンターワンダーランドが延長する運びとなりました。1月の10日までですかね、日本時間で。なんですが、まあ、あの時差の問題で実質丸1日遊べるのは9日までという感じで、10日のね朝に、まあ、あのアップデート来てイベント終わる感じなので、まあ、実質9日までかなみたいな感じになっております。で、一応ですね、公式ツイッターの表記も1月9日となっておるんですが、これはアメリカ時間ですので、そこね、ちょっとね、あの混乱するかもしれないんですが、一応そんな感じになってます。実質10日までだけど、まあ、あの1日遊べるのは9日までみたいな感じで覚えていただければと思っております。ということでですね、冬イベント延長良かったねという形ではあるんですが、僕はちょっと邪推してしまいます。で、何の邪推かと言いますとですね、今回、イベントが延長したということは、まあ、要するに週末にかけてイベントがですね来るという形になるんですね。9日まで遊べるということは丸1日で、ということは、まあ、一発目、新年早々のコミュニティクランチというアップデートであったり、まあ、今後のアークのニュースであったりっていうところの運営からのニュースのタイミングと被るんですね。これあれじゃないかな、新年一発目のアップデートは、アップデートっていうかコミュニティクランチでアーク2の情報とか、そういった新年の新しいね、みんなが求めてる情報を多分提供できないからまずいっていうことで、これなんかイベント延長して雲隠れに使ってはりませんかね。はい、なんかそのような香りがしますね。あれれ、なんで急になんかイベント延長した、おかしいな。ということでね、コナン君が出てきそうなんですけど、まあなんかワンチャンそんな感じなのかなみたいな、意味もなく急にやんのかなみたいな風な、なんかちょっと感じがしましたので、まあ、僕的にはね、そんな感じの、まあ普通にただの延長だったら嬉しいんですけど、ちょっとね、あの日頃から運営がえぐいんで邪推してしまったという次第でございます。はい。というところでね、まあ中身としては、運営的にはよくわかんないんだけど、イベント自体は延長確定ということなので、まあこれは嬉しい限りですので、まあ長くね、あのイベントからだけのウィンターワンダーランド遊べるっていうのはすごく楽しいので、いいんじゃないのかなというふうには思っておりますね。なのでね、ぜひね、あのウィンターワンダーランドみんなも、楽しんでいただければと思っております。ということで早速ね、次はアップデートニュースに入りたいと思うんですが、プレイステーション版 PC 版、なぜか今回はちぐはぐなっていうか、その別々のアップデート入っております。で、まあ今までね、通常だと、まあ、PC 版に入ってその後プレイステ版に入るみたいな流れだったんだけど、今回はですね、まあどっちも互いにですね、違うものが入ってて、そこら辺ちょっと謎だったんですが、一旦 PC 版のアップデートから見ていきたいと思います。ということで PC 版に関してはこちらになっております。コンフィグオーバーライドサプライクレートアイテムが非公式サーバーで非稼働であるという問題を修正。これちょっと直訳なんで分かりづらいんだけど、まあ、これ要するに何かと言いますと、まあ、ルートクレートとかではなくて、上から落ちてくるね、多分支給品クレートのことだと思うんですけど、この設定ですね。で、例えば、まあ、赤のクレートの中身を、まあ、赤が落ちないようにするのかな、まあ、とりあえずルートクレートを出さないようにするようなね、オンオフするような設定ですね。で、この中には、まあ、例えば赤クレの中身だけ出さないとかできるので、逆に言うと一番リアリティ低い白だけ出す、まあ、建材みたいなのがちょっといっぱい入ってるみたいな感じ、ああいうのの中身だけに支給品クレートをすることも可能らしいです。一応そのクレートの中の、まあ、支給品の中身のレベルって感じっていうのを設定できるみたいな形ですね。なのでそういった感じで、まあ、支給品クレートの設定ができたはずなんですけど、非公式サーバーではなぜかバグっててできなかったみたいなので、それを非公式サーバーでもちゃんとできるようになりましたという形で、僕はその支給品クレートのレアリティとか全くいじってないので、まあ、結構公式サーバーにブリーディング以外は似通った、ね、状態になってますので、まあ知らなかったんだけど、扱ったことなかったんでね、この設定をね、自分の公式サーバー、非公式サーバーでねっていうところなので、まあそんな感じの設定がね、いい感じになったので、まあどのタイミングで使うか分かんないけど、はい、まあ使う人は使ってくださいって感じです。
で、あとはですね、これ以外はマルチプレイのエクスプロイドを修正 ×2 で入ってたので2回入ってました。去年の年末とで2023年に入ってから2回多分ね、マルチプレイのエクスプロイドの修正入ってるんだけど、まあ、あの特徴としては、まあ、一応そのライフワークっていう形で参加型で参加勢と一緒にですね、あのずっと2年ぐらいやってるんですけど、でその実況やってる中で生放送で公開収録してるんだよね。でその中でもやっぱりその落ちる頻度が上がってくるタイミングがあるんだけど、ちょうどねこの1回目と2回目の間ぐらい、マルチプレイのエクスプロード修正の時はなんか結構みんな落ちてたから変な感じでね、なので多分マルチプレイで変にクラッシュするアークがっていうのが、日頃より多くね、まあ普通に存在するんだけど、まあ何言ってるか分かんないと思う。通常通りの営業でもバグって普通にクラッシュするゲームなんだけど、はい、もう一回言うと何言ってるか分かんないと思うんだけど、はいなんですが、その頻度がめっちゃ多くなってたっていうところなので、俺たちもなんか最近変じゃないみたいな感じで言ってたっていうタイミングだったので、まあ、2回も入ったんでさすがにそろそろ正常化したかもしれないけど、俺は年明けか年末かなんかに、まあ普通にクライアントがクラッシュして変な感じになったっていうところはありますね。なのでまあちょっとわかんない、はいといった形になっております。なので一応ですね、非公式サーバーの設定と、あとはマルチプレイやってるとクライアントがクラッシュして落ちるみたいなっていうちょっとよろしくないところが修正されたんじゃないのかなというふうな次第ではありますね。なのでこの2つの問題がっていう感じなんだけど、さっき言った通りプレイステーションは全く別物のものが入ってます。で最後の項目、プレイステーションのアップデートになるんだけど、シングルプレイヤーモードに行ってボス討伐後、漂流が誤った座標にテレポートしてしまう問題を修正しましたという形になってるんですけど、これ何かと申しますと、まあ、エクステンクションの OSD とかタイタンとかは逆にこっちに召喚するんで、レイクボスとかはねフィヨルドの違うんだけど、通常のボスですね、まあ例えば今ジェネシス2にいるんだけど、ジェネ2だと、まあ、ロックウェル のエリアに行くみたいなのとかあったり、あとはまあ一番よく知られてるのは、まあ、アイランドだと思うんだけど、ゴリラ、ドラゴン、クモみたいなブルードマザーとかメガピテクスとかっていうところに関してはボスのフィールドに転送していくという形になるんだよね。なので、まあ、オベリスクからボスの家に直接行って戦いを挑むという仕組みなので、倒したり負けたりしたら帰ってくるんですね、通常のマップに。でその時に勝った後に、まあ、負けたら全ロスするんで、勝った後に生き残った恐竜って戻ってくるんですけど、通常だと行ったオベリスクのところに大体いるんですけど、なんかわけわかんないところに飛んでたり、あとはまあジェネシス2だと、これマジで俺食らったんだけど、なんていうかな、ジェネシス2の、まあ、ボスエリアの入り口って行った人ならわかると思うんだけど、下がなんていうかな、酸の海なんだよね。なので落ちたらずっとダメージ食らい続けるみたいな、そういったところの上に立ってるちょっと危険なボスの入り口なんだよね。でそこでですね、ジェネ2のボス戦後に帰ってくると大抵何匹か下の山に落ちて死ぬみたいなっていうのがよくあるんだよね。俺はそれで結構ね恐竜多分何体か失ってるんだけど、そういうのがあって多分そこら辺の座標調整かなというふうに思いますね。でジェネ2は細かな座標なので分かんないけど、まあ、アベレーションとか、まあ、たまに本当に変なところに飛んでいくところあるから、行ったとこのオベリスクじゃなくて全然わけわかんないとこに帰ってくるとこあるから、それかもしれないので、ちょっとね具体的にこれとは言われてなかったんであれなんですけど、まあそのような形でまあなってるかなというふうなまあ感じですね。まあ、ちょっとね俺もね毎回アークのアップデートはふんわりした表現なのであれなんですけど、まあそこら辺が多分ね修正されたんじゃないのかなというふうにね、まあ僕の経験上そう思うかなっていうところですね。まあジェネ2が一番だるいから、まあ、アベレーションは最悪回収できるからいいんだけど、まあ、ジェネ2マジだるいからどうにかしてほしいよなという。あ、でもそもそもシングルプレイヤーモードでプレイステーションって討伐ミッションが確かできないから、コマンド使わない限りボスに行けないんじゃなかったっけ、まだあれれということでね、まあ何してるかよくわかんないんですけど、ドリーさんはね、はいそのような形になっております。直すとこそこじゃなくねって一瞬思ったんだけど、多分プレステってまだできないっていう声があったような気がするんだけど、どうなんだろう、俺プレステやってないからちょっとわかんないんだけど、ローカルのシングルプレイヤーモードでPC は確かいけるんだよね今ローカル、あ、ちょっとシングルプレイヤーモードじゃないけど、
旦ローカルで討伐ミッション見るんだけど、普通はねあるんですよ。でそもそも俺討伐ミッションクリアしてるし、まあこんな感じだね。ここら辺で討伐ミッションクリアしてるので、まあそこを考えるとね、はいっていう感じにはなるんですけどまあヘルナさんがめっちゃ喋っておりますが、はい、なのでちょっとねちぐはぐな感じでございますという形で、はい、そうなっているんじゃないかなっていうところになりますね。という形でですね、新年でなんか早々ちょっと互いによく分かんないアップデートをされてるなというところにはなるんですけど、ちょっとねまあどういう感じのあれなのかよく分かんないんですが、はいまあそんな感じになっておりますっていうところですね。でスパイクチェーンソフトからそのシングルプレイヤーモードについてっていうところは出てるし、でPC 版に関しては公式のパッチノートが出てるしっていう形になるので、一応その直接運営している人が出しているパッチノートを参考に一応ね話をしておりますので、そんな感じになっておりますっていうところですね。はい、で多分 PC 版のこのでもどうなんだろうな、 PC 版のこの設定っていうのはプレイステーションでもバグが起きてるのか分かんないんだけど、まあ、もしバグ起きてたら今後未来ですね、何ヶ月後か何週間後か分かんないんですけど、まあ基本的には PC が先行されてプレイステーションが後追いでアップデートくるっていうのがいつものねなんかルートなので、まあ大体 PC 版が実験台にされるって感じなんですけど、はいそんな形でやっていくので、多分ねプレイステーションもしねこれがバグってるって思う方はですね、クレートのね品質に関しての非公式サーバーの設定値ね、これに関してはおそらくねPC 版で来たってことはプレステ版にもね常時まあ来る用意はされていると思いますので、そのうち来るんじゃないのかなというふうに思いますね。まああとはねぜひね皆さんね年末年始でなんか良くないバグとか、あれこれなんか新しいバグ入ってないとかあればですね、コメントいただければ僕の方でもね調べてみたいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。僕もね普通にタイムリーにねやってますので、アークで、ちょうど最近だとね参加型の方のライフワークでエクスティンクション復興編というね、エクスティンクションをですね街並みをモッドを使ってすごい綺麗にしようぜみたいな、復興しようぜ地球をみたいなのやってますので、本当ね来られるとすごい迷惑なんです、致命的なバグが、はいすごくね僕が拠点を作ろうと今回はね行きまいてるので、すごいねそういうのはね困っちゃうので、ぜひなんか情報あれば教えていただけるととても嬉しいっていう感じですね。こういう動画のね情報系の動画ですね、解説系とかニュース系の動画っていうのはもちろんやってるんですが、さっきからちょいちょい言ってるですね参加型のね通常の実況プレイっていうのもやってます。なので一応ね通常の実況プレイと情報系の動画と2本柱で僕はねチャンネル運営してるんですが、そっちのね参加型でやってる普通の実況プレイの方もですね結構ね同じぐらい力を入れてるので、ぜひそちらも見ていただければ嬉しいかなと思っております。企画名はライフワークという形でやってて、さっきも言ったんだけど今はね1月時点ではエクスティンクション編やってるので、まあ楽しくねみんなと完全攻略しつつ街をですね綺麗にモッドを使って、建築モッドを使って復興できればと思ってますね。でさらにですねマインクラフトも同じように実はやってまして、参加税もね同じ参加税と一緒にやってるので、うちわ乗りでね楽しくワイワイやってるっていうのがですね結構ですねまあ楽しめるんじゃないのかなというふうにね、同じねまあ企画みたいな感じになってますので、まあゲームはちょっと違いますけどね。でまあ参加型でねノリが合うっていう人は多分楽しんでくれるかなっていう感じになっておりますね。でさらにね生放送で公開収録してますので、毎週火曜木曜土曜日曜ね、僕がちょっと忙しくてできないとか以外の時にはですね毎週やってますので、ぜひねその生放送21時9時からやってるんで見に来ていただけると嬉しいです。その後はね編集版としてですね、その撮影した動画を編集して10分20分の動画で出しているので、そちらもねぜひ見ていただければ嬉しいかなっていう感じになっております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。ライフアークとライフクラフトの企画もよろしくね。バイバイ。